レイラニャン、ユナです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよー。イエーイ。はい、ということで、なんでこんなレイラちゃんがニャンニャンって言ってるのか気になりますよね、皆さん。なんでこんなニャンって言ってるのかは昨日の動画をチェックしてみてください。はい、ということで今日の企画はおすすめのリップ5選紹介します。イエーイ。じゃあ最初にレイラちゃんから紹介してもらいます。せーの、どうぞ。ニャン。まず一つ目はニャン、レブロンキスクラウドブロテッドリップカラー11番ニャン。このリップはニャン、結構マットニャン、マットだニャン。ちょっとごめん。難しい。じゃあ手につけます。ニャン。はい、こんな感じ。あ、かわいいね。秋っぽい色だね。そうなんです、ニャン。秋っぽい色だから、これからに結構役に立ちますにゃん。次はこちらのリップで、オペラ R リップティント06番のピンクレッドです。にゃん、結構もうこれぐらいしかないほどお気に入りなんです、にゃん。結構この感じで見ると濃いなって思うんですけど、塗るとそんなに濃くなくて、ナチュラルメイクとかによく使います。ちょっとグロスっぽい感じのが入ってる感じだね、うん、そう、スッと塗れる感じだにゃん。かわいい。次はにゃん、こちらのロム&JL ティントの13番だにゃん。結構これは大人っぽい濃い感じの色だにゃん。なんか真面目に紹介してるだろうけど、にゃんで一気にさ。はい、こんな感じだね。ちょっと深めの赤みたいな感じだね。そう。はい、次はキャンメイクステイオンバームルージュの18番です。にゃん。これはめっちゃ秋っていう感じだにゃん。じゃあオレンジ茶色ブラウン、ん、違う、オレンジ茶色、オレンジ茶色って感じだにゃん。ちょっとこのシリーズはトゥルトゥルした感じの、ツヤが結構目立つ感じのリップです。あんまり色の感じは分かんないけど、こうやってね見るとね、ちょっとオレンジとブラウンがいい感じに混ざって、うんうんうん、本当に今時って感じの、今の季節にぴったりな感じのリップです。最後はジュリスチュアートのリップブロッサム59番です。鏡がここにあるので、すごいいちいち鏡を取ってリップを塗らなくてもいいので、すごく便利です。にゃん。蓋の部分だよね、この。そうそうそう、蓋の部分こういう感じになってます。ちゃっかり持ってきてるんですよ今日。こんな感じ。これはどの季節にも使える色だから、すごいおすすめだにゃん。ご飯とか食べても取れないのはめっちゃいいと思う。うんうんうん、取れにくいよね。ね、しかも見た目がダントツ可愛い。うん、可愛い、可愛い、全部可愛い。おすすめのリップ紹介でした、にゃん。はい、ということで次はゆなの番です。まず一つ目はレブロンのキスグローリップオイルです。オイルティントになります。12番ですね。オイルティントだから、なんていうの、密着するけどツヤ感がちゃんとあって、すごいおすすめです。こんな感じで、ちょっと深めっていうのかちょっと分かんないですけど、濃いめのピンクみたいな感じの色です。かわいいの、ツヤツヤしててめっちゃ光とか反射するからかわいいです。2個目はエチュードハウスのベリームースティントキャラメルベリーっていうリップです。見た目からすごいかわいい、うん、見た目からめちゃめちゃ可愛い感じが溢れてて、このケースみたいなところにイチゴが書いてある。可愛い、めっちゃ可愛いのこれ。でもこれね、塗る前から結構もうティントな感じになってて、うん、こんな感じです。直接見ないと分かんないんだけど、もう結構塗った瞬間本当ティントって感じのね、うん、乾燥したっていうのをなんかピタッみたいな感じになっててすごい可愛いです。色は淡めのピンクにちょっとブラウンとかが混ざってるような感じです、うん、おすすめ、これめっちゃおすすめ。これ最近買ったんですけど、かわいいと思って塗った瞬間から、あ、これめっちゃいいじゃんみたいな感じで一目惚れして買っちゃいました。じゃあ続きまして3本目、ロム&のベルベットティントの06番です。大人っぽくないですか、このケースがもう一緒、これ、あ、一緒のブランドかな、一緒、うん、使っ
見た目からも大人っぽい感じが溢れ出てて、すごい可愛い。可愛い。これもさっきのエチュードハウスのやつと同様で、塗る前からすごいピントっぽいやつみたいな感じになってます。結構大人っぽい。壁の赤みたいなやつです。これめっちゃ色可愛くないですか。薄付きにしてグロスとか塗るとツヤ感が出て、さらに秋っぽさもあるって感じで、このそのまま直で濃いめに塗ると本当に大人っぽいかっこいい感じになります。めっちゃゆなちゃんが好きそうな。大好き、この色大好き。もうテスターした時にあ、もうこれ買おうって思って決心して買ったから。使ってる人はもちろん分かると思うんですけど、絶対取れないの。ちゃんと落としたら取れるんだけど、マスクとかご飯食べてても取れないから、うん、今の時期はめっちゃいいと思う。メイクしてマスクするのが最近当たり前の時期だから、これね本当に取れないからおすすめです。この時期は本当にティントリップが大活躍します。じゃあ続きまして4本目、キャンメイクステイオーバームルージュの16番です。これ多分同じシリーズですね。同じシリーズだと思う。ブラウンリップです。本当にブラウン、本当茶色、本当の本当のブラウンが欲しくて買っちゃったやつです。これからの時期絶対もう使ってやろうって思うぐらい可愛いです、うん、秋っぽいですね、うん、すごいツヤツヤもするしブラウンだしみたいな。ニャン忘れてた。本当だ、ニャン私も全然忘れてた。でしかも、うん、キャンメイクだからめっちゃ安いんですよ、うんうんうん、最高と思って買っちゃったじゃあ最後がジルスチュアートのリップブロッサムベルベットの06番です。これはエコちゃんから誕生日プレゼントでもらってから気に入りすぎてオールシーズン使ってるかも。ずっと、うん、ほんとずーっと使ってる、ずーっと使ってる使いすぎてもうそろそろなくなっちゃうぐらい使いすぎました、うん、こんな感じの色です。かわいいにゃん、かわいいにゃん。さっきのこれよりもちょっとなんていうの、紫感が強いというか、そんな感じの色ですね。これも全然マスクにつかないですね。これはずっと使ってるけど、この上にグロスとかつけてもほとんど取れないからびっくりします、うん、見た目も可愛いやつをね5本私は揃えました。春とか夏になると結構青みピンクとか使うかな、オレンジとか夏は使うかな、うんうんうん、そんな感じだ ね、では、お互いに気になったものを指差して決めていこうと思います、はい、じゃあまずレイラちゃんから気になったものありますか。あのエチュードハウスのがすごい、あの見た目が可愛いからにゃん、もうあのいちごが大好きだにゃん。あーいちごね、大好きだから。そう、色も可愛いにゃん、うん、いいと思ったにゃんイエーイ、やったにゃん。あ、やったにゃんは言わなくて、やったぜ。ゆなは、うん、どうしようかな。一番ちっちゃいサイズのあのこれですね。すごいいいにゃんね。すごい、なんかユナは絶対使わないような系統だけど、うん、使ってみたいなって思えるぐらい綺麗な色だなって思いました。うんうん、はい、使いすぎてもうすぐになくなっちゃう、なくなっちゃうくらい、うん、リピ買いしたくなるぐらいのね、うん、色味だね絶対。はい、ということで皆さん紹介終わりました。気になったものとかありますか。結構このこれからのね秋に使えるリップをたくさん紹介したので、うんうん、こういうプチプラのキャンメイクとかはねぜひ買ってみてほしいなって思います。参考にしてみてくださいにゃん。参考にしてみてください。レイラにゃんからのお願いです。はい、ということでにゃん終わりです。やっとにゃん慣れないです。慣れない。どうでしたか感想は。レイラにゃんさん、なんか頭を使いながら頭を使いながらにゃんと言わないといけないみたいな、うん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 、難しかったです。はい、ということでじゃあレイラにゃんにキュンって、レイラちゃんのにゃんに惚れたこと、このリップが参考になったよって子は高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。